こんにちは、みーチャンネルです。本日はマツダ CX-5 クロス D 特別仕様車の紹介をしたいと思います。この動画は前回の続きとなりますので、まだ見ていない方は概要欄のリンクからご覧になってください。シートヒーターは運転席、助手席ともについていて、3段階のレベル調整ができます。シートヒーターの逆で、シートを涼しくすることができるシートベンチレーションという機能が特別仕様車限定でついています。これも運転席、助手席ともに3段階で調節ができます。とっても涼しいので、今の時期あるとすごく快適ですね。この辺はエアコン類のボタンになっていて、温度調整はダイヤル式なので操作しやすいです。その下にはちょっとした収納スペースがあり、こちらにはシガーソケットもあるので、スマホの充電とかもできそうです。シフトノブは本側巻きで、ストレートで動かすタイプです。ナビを操作するコントロールスイッチはシンプルにまとまっていて、押しやすく操作性が良さそうです。その隣には電動パーキングブレーキとブレーキオートホールドのボタンがあります。その後ろには爪付きのドリンクホルダーが2つ付いています。アームレストを開けると、小物を置けるお皿と深くて広い収納スペースがあります。その中には USB ポートが2口と、こちらにもシガーソケットが付いています。ここには8インチのナビが付いています。運転席の右側下には安全装備のスイッチ類がまとまっています。その下には給油口とボンネットを開けるレバーがあります。サンバイザーは運転席、助手席ともに鏡と LED がついています。 LED は特別仕様車限定になっています。ドアポケットにはドリンクホルダーと少し大きめの収納スペースがあります。助手席ですが、特別仕様車限定でグローブボックスの持ち手がメッキになっていて、中には LED のダウンライトがついています。今は明るいのでわかりません。中も機毛仕上げになっていて、細部にまでこだわりを感じます。ここには LED のダウンライトとフレームレスのミラーがついています。これも特別仕様車限定になります。スタイリッシュで今っぽいですよね。ルームランプも特別仕様車は LED になります。サングラスホルダーはここにあります。続いては後席を見ていきたいと思います。いかがでしたか？まだまだお伝えしたい情報はありますが、続きは次回の動画にさせていただきたいと思います。今回の動画が参考になった、興味を持ってくれたという方は、よろしければ高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。